経営学要点 Presented by AdHoc 事業の成功を目指すあなたに経営の要点を解説します。経営学検定の受験準備にも役立ちます。今回のテーマは有限責任と無限責任です。まず言葉の意味を明確にして理解しておきましょう。有限責任とは、読んで字のごとく、責任が有限である。すなわち、自分の出資分だけ、責任を負うことを意味しています。出資以上の責任は問われません。無限責任とは、無限という言葉が示す通り、責任を限界なく負うことになります。すなわち、出資額以上、個人の資産をも責任の対象となることを意味しています。さて、有限責任と無限責任。企業経営とどのように関わってくるのでしょう。株式会社と持ち分会社である合資会社、合名会社、合同会社のそれぞれで比較してみましょう。株式会社では出資者を株主と呼びます。持ち分会社では社員と呼びます。会社法でいう社員とは従業員という意味ではありませんから注意してください。株式会社では出資者、すなわち、株主全員が有限責任です。出資額以上の責任は負う必要はありません。ところが、持ち分会社では、有限責任と無限責任が混在することになります。合資会社は、有限責任社員と無限責任社員とで構成されます。合名会社は、出資者全員が無限責任社員です。合同会社は、出資者全員が有限責任社員です。経営の意思決定は会社の存続にも影響する重要度を持ちます。株式会社の最高意思決定機関は株主総会です。通常、定時株主総会が年1回開催されて重要事項の決議を行います。もちろん、株主総会に出席する株主は全員が有限責任です。事業遂行における重要業務に関する意思決定は取締役会で行われます。合資会社における意思決定は無限責任社員が行い、その過半数の合意で決定されます。有限責任社員には意思決定権はありません。合名会社、合同会社では総社員の過半数で決定されます。ただし、合名会社の出資者は全員が無限責任社員であること。そして、合同会社の出資者は、全員が有限責任社員であることを同時に理解しておかなくてはいけません。有限責任社員と無限責任社員の構成は、会社の経営にどのような特徴を生み出しているでしょう。株式会社においては、株主は有限責任であり、負債の責任はないため、出資が集まりやすく、大規模な会社組織の運営が可能になります。合資会社や合名会社は、無限責任と有限責任の出資者により構成される会社です。経営を行う無限責任社員が、負債の連帯責任を負いますから、家族関係など、間柄が深い、少人数の事業に適した会社です。近年では、設立される件数は、ほぼ皆無なのが実情です。合同会社は、有限責任の出資者のみで構成されており、出資者と経営者が同一であることから、比較的小規模な企業に適しています。合同会社は、平成18年の会社法改正により、新設された会社組織です。いかがでしょう？有限責任と無限責任、ご理解いただけましたでしょうか？さて、ここで質問です。株式会社は有限責任社員と無限責任社員から構成され、経営者は出資者でなくとも良い。正しいと思う方はイエス、正しくないと思う方はノーを選んでください。10秒以内でお答えください。残念、タイムオーバーです。もう一度問題に戻って回答してください。